しょ。よし、水分取った。あ、こんばんは、こんばんは、いらっしゃい。うわ、なんか結局なんかすごい地獄ゾーンだったわ。あっしゃひゃひゃひゃ、まあ、しゃあないわ。いいね、ありがとうございます。さあね、さてね、今日は、今日というか、まあ今日は今日だな、今日というかじゃないんだ、今日はこの一枠で終わりですね。はい、あ、こんばんは、いらっしゃいませちょっと声が、またやっぱり声が出にくい、声が出にくいけど許してちょうだいな。いやん、こんにゃく、こんにゃく、あ、違う、ちょっと今なんか私今やりながらなんか変だなと思ったら、コンタクトしてるな、なんか目が乾いてきているな、こら、こんにゃく、いや、クラリちゃんがこんにゃって言うから食うかなと思って、違う、間違えた、なんかちょっと光の向きというか、あれが、うわぁ、ちょっと待って、スタンドの位置が微妙でございました。3連休でしたね、本当に。いや、本当にっつって、本当だよね、嘘じゃないね。いや、本当にね、昨日は死ぬほどぐーたらしまして、私、ああ幸せでした。今日はね、なんかあっちこっち やるべきことがあったので、あっち行ったりこっち行ったりってしてたんだけど、私が住んでるところは天気が良くなくて、めっちゃ頭痛かった、頭痛いってなってね、薬飲んでもなんか全然あんまり効かなくて、なんか何を低気圧めみたいな感じでしたね。皆さん体調いかがですか。画面が大小できません、これぐらいか。こんばんは、お久しぶりです、いらっしゃいませ、こんばんは。とは本当はね、この地獄ゾーンなんだけど、レンバリー、私もレンバリーできなくはないんだからねっていうのにしようと思ったんだけどさ、ちょっとわかった、今からレンバリしよう。急に始まったよ、水野優の急に始まるレンバリ、なんか遊びこちらも天気悪かったです。あ、そうなんだ、ちょっと天気微妙だよねとかあるよね。めっちゃ元気、元気なんかいい、羨ましいぞいね、ちょっと急にさ、私は思いついてよ、ここでみんなでの前で連張りしよう。同じく頭痛ありました、私今読んだ、もうしんどいよね、しんどかったよね。イブクイックが全然クイックに効かないからさ、なんじゃいいと思ってました。ゆいたん、こんばんは、あみさん、こんばんは。ちょっと私はね、無謀にもね、昨日ハートミー送ってた、あ、昨日っていうか今日になった深夜ってことね、あれ深夜のカウントなのかな。あ、まあなのにな、だからってそんな、もうローズありがとう、 Thank you、 いつもありがとう。でも急に寒くなったり寒さになれない、いや、なれないよね、もうさ、今日ユニクロ行って私はニット買っちゃったよね、ニット、これ多分早く買っとかないと売り切れると思って、売り切れんか、横浜住みの私、頭痛かった、みんなそうか。ちょっと今からさ、私さ、無謀なことをし始めようと思うんだ、動画にしようかと思ってたけどさ、まあどうせ下手くそだということがまたバレるだけなんでバレちゃうだけなので、ライブでね、
やろ。本当に水野由衣の連張りはガチめのガチであれなのかっていうことをね。無茶はよせ。なんで、いや、なんでも挑戦じゃんねえ。行くぞ、やるぞ、本当にやるぞ。じゃん、行くぞ。あ、もう怪しいぞ。ちょっと待って、連張りするって言い始めたら人が減った。わかった、もうみんな連張りを楽しみ、連張りじゃないんだ。いや、怪しいね、やばい、やばいよ、もうピンセットで直す未来が見える。もう早速直してるけどね。よ、横に行けばいいんじゃない、これ。ちょっと息が止まるね。お、いけない、い、あ、う、あ、電張りし始めたら人がいなくなる。ずれとるよ、ずれとるよ、ずれとるよ、ほらほら、ずれとるよ。こうか、これでどうだ。あ、ずれとるよ。あ、ひろみさんこんばんは。みなさんこんばんは。ありがとうございます。見えてない、見えてない。ヤホマルでございます。やべ、まさかの連張りをやり始めたら。木原さんいらっしゃった。やばいぞ。初めてのお使い見てる気持ちで見守ってる。どんなこと、どんなこと。まだ最後っけなくなる未来が。これちなみに横は ここはちょっとあのあれなんですけど、こっちはほらどうや、悪くないやろ、悪くないということにしよう。連張りわらわらみたいな。もうずれてるのよ。そんなことないよ。あれとは、あれ、あれってなんだっけ。私はなんか言った。あ、いいんじゃん。あ、ちょっとなんか頭が揃わない。こうか。みさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは。よいしょ。どうや。まあ白ビーズだからね。どういうこと。白ビーズだからしょうがないっていうふうに思う。できなくはないよね。あ、あ、あ、なんかすごい。あ、ね、やっぱすごいずれたぞ。はい、そんな時に使うといいのが、皆さんこれ見たこと見たことありますか。これです。ちゃっちゃらーん。なんかこういうの汚いかった。なんかこういうの、これでこうする必殺えいや。どうや、これでどうなんや。 スクレーパー、これをこうしてこうします。こうして、あ、
いや、いやん。はい、はい、どうや、どうや、どうやねん、どうやねん。あ、大体揃ったじゃないですか。どうですかね。ねえ。うん、うん、うん。あ、いけたやん。いけたやん。素晴らしいやん。粘りずれるの怖くてできない。わかる、私も。あ、ちょっと待って。お、戻ってきた。戻ってきたよ。見たことありますが、持ってないんです。これね、なんか、多分、こう、粘りのさアタッチメントだけをいっぱい買った時になんかついてきた。楽器的と思いつつも、結局これ見て戻ってくるんだよね。電波販売、これね、アリエクで買いました。出て全然使ってない。使わない。私も使わない。今これでごまかして、こう見て、この不思議なんだけどさ、見て見て、ほらじわじわ戻ってくるから、戻ってくるからね。あ、これぐらいなら許せるかな。こんばんは、体調が優れないのでアーカイブで拝見し、あ、わざわざありがとうございます。ランランさん、ごめんなさい。また遊びに来てね。ありがとう、落ちます。ありがとうございました。疲れ様でした。これやっても戻ってこない。戻ってきてる。結局こう粘着面っていうのはですね、こうどんだけこう、こんだけ動かそうとさ、見て、ニューイーンって戻ってくるの。粘着の面っていうのはですね、やっぱ戻ってくる、こういう風に元あったところに戻ってくるっていう性質があるので、正直あんまりめちゃくちゃには直らん。それグニーンっても戻ってきました。そう、戻ってた。こんばんは。戻ろうとしてる。そうなの、戻ってる。じわーっと戻ってきた。そうなんだよな、戻ってきました。あ、リンさん、YouTube から来ました。はじめまして。ゆいさんの動画見たくて TikTok インストールしました。マジか、ありがとうございます。ごめんね。ちょっとさ、基本は TikTok が更新活動がメインでやっちゃってしまってるんですけど、わざわざ TikTok の世界へようこそ。ありがとうございます。まあ、リアルでこういう風に。まあ、今ちょっとライブはね、ずっと TikTok でやってるのでね、リアルタイムでこう、私とお話ししようっていう人は、今ちょっと TikTok になっちゃいます。ありがとうございます。嬉しいです。そして私今、連張り諦めます。ちょっと魔が差しただけです。沼りに行きました。ちら、いらっしゃいませ。ビーズの最後の抵抗。うまい。もう、抵抗されました。無駄な、私も無駄な、こう、抵抗、無駄な、こう、行いをしてしまったので、さあ、いつもの水の湯に戻りたいと思います。何を思いついたんだろうね、私っては。安定感。ピンセットの安定感。半端ねえ。ゆいたん、こんばんは。まこたん、こんばんは。いらっしゃい。ちささん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今やってるのはコスモスですか？そうです。コスモスです。もうね、ほぼ終わりなの。いや、マジでね、なんか気がついたらもうめっちゃ終わったの。終わってるの。あとちょこっと一枠半、私的一枠半ぐらいしか残ってなくて、あとは。やべえ。もうなんかほっといたら、じゃあ今から完成ライブしますとかって言いそうなレベルのぐらいしか空いてない。完成ライブいつ頃できそうです。目標っていうのは私の面、予定がどうのこうののことも含め、今週の、まあ、土曜日か日曜日、土曜日の夜ができるといいんだけどな。土曜日の夜かな。日曜日はね、ちょっと月曜日が朝早いので、早く寝たいので、ちょっとどうかなって感じです。ちょっと動かすね。たかちゃん、こんばんは、こんばんは。心さん、こんばんは。TikTok 初めてのライブ来れた。いつも YouTube のアーカイブ見てくれてるんだな。ありがとうございます。いやー、ほんとね、ほんとは YouTube ライブもね、やってたんですけど、一時期。まあ、YouTube ライブ、ちょっと画像がそんなに良くないのと、私結局スマホでこう立ててやっちゃう。iPhone こう立てたままやっちゃうので、やっぱね、まだ YouTube の世界はこう横長動画なんですね。なかなかその世界に入っていかれず、まあ私の元、古巣というか、まあ元はね、TikTok が
生まれ故郷 生まれ故郷 TikTok は嫌だな。まあね、こう基本活動の拠点的なところがありますので、まあ結局ね TikTok でやることにしました。すいません。ゆいさん、レンバリより結局ピンセットの方が早くて綺麗本当に無駄な抵抗はやめろみたいな感じだったよね。みんながハラハラそわそわ、なんでゆいさん急に何し始めんの、やめときやって何人かが思ったと私は思ってる。ゆいさん、今晩いい感じの状況ぞ。そう、頑張ってる。ちょっとね、いい感じです。しさん、こんばんは。レンバリしてもずれて結局ピンセットで直すから効率悪くなってしまう。もうまさにその通り。地獄、結局そうなるんよ。結局、白米、白米地獄ゾーン。今日私、なんか、米と、久々に米を炊いたんだ。米と漬物だけを食ってたな。美味しかった。はい。ピンセットどこで買われましたか？これね、セリアです。セリアのクラフト用のピンセットです。約10円。安い。もう、こんな、もう、ちょっとパッといったら買える。こんばんは、こんばんは。心さん、YouTube 見ながらポチポチしてます。伝わってよかったです。ありがとうございます。伝わった。伝わったよ。大丈夫、大丈夫。慣れないとね、途中で送っちゃったりとかあるよね。ありがとうございます、見てくださって。アーカイブもね、結構見てくださってるよっていう方がいらっしゃって、私すごく嬉しいです。なかなかね、こう長尺の動画が撮れないというか、まああんまり得意じゃないんだなって最近気がつきましてもうさあ、弾けたよ。まあまあ気が向いたら撮ろうかなみたいな感じですね。アブディさん、こんばんは。ありがとうございます。固まるの。固まるとは。固まる。これ、これ？こういうこと？二つ一気に持ってますね、今。四角のビーズと用ピンセットですよね。ゆいさんの愛用ピンセットで今、キャラクターのポチポチしてます。愛用ピンセット。そう、愛用していると思う。セリアのクラフト用ピンセット。なんか本当に安いっていうかさ、安いよね、安くいいなっていうのがあって近くにあって、いやもう本当に100均最高じゃないかと思いますね。なくさないでほしい、マジでと思ってるロールのやつもずれそう。あれ難しいんだよ、ローラーね。ちょっと最近やってないからさあれなんだけど、楽しいよ。楽しいのは楽しいけどね。廃盤が怖くて予備を買ってしまう。わかる。私もね、1本2本持ってるな。初見です、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ゆいさん、サンマ買っちゃいました買っちゃった、マジ買えた。なんか7枚しか売ってないっていう伝説のレアサンマは何の話、初めて聞いた人は今何の話だという話だと思うんですけど、まあね、水これ第4弾を今これコスモスねやるにあたって、まあ秋だから秋っぽい柄にしますって言ったら、なんかの流れでサンマって話になって、まあ、そのねサンマサンマとみんなが言うからさ、ついにキアラさんがじゃあサンマ売りますって言ってね、本日サンマの絵柄が発売されましたねそしてもう先ほど見たところもう売り切れてるということで、7名の方サンマ買ったんだ、さすがっす。気がついたら1ヶ月ダイヤモンドとか離れてる私、仕事がしすぎてやばい。仕事忙しいとね、なかなかねやれない時あるよね。大丈夫、ダイヤモンドとは腐らないから、青カビとか生えてこないから。ブルーチーズを蜂蜜をつける派です。まあゆっくり行きましょう。最近勇者の影響でダイヤモンドハート始めました。ありがとうございます。動画見てくださったんですね、ありがとうございます。楽しんでいらっしゃいますでしょうか。向き不向きもあるけどね、ハマって楽しんでいただいてると嬉しいなと思います。私は楽しい、私っておめえの話は聞いとらんだよ。左遷、ちょっと待ってね、めっちゃちょっとめっちゃうまく置けない、よいしょ。
私も書いた話。ちょっとみんな、サンマは、食べ進めてる、まあ、もしくは、焼き具合っていうの？進捗は、なんか、ツイッターで報告してほしいな。ありがとうございます。よかったですね、キアラさん。売り切れということで。ひひひ。いひひって笑っちゃった。すごい、もうなんか、どこかからこう、サンマの、なんか、サンマの、進捗の画像がアップされてくると思うと楽しみだな。あ、ハートミありがとう。Thank you。こんばんは、初見です。こんばんは、いらっしゃい。ありがとうございます。のんびりやっております。こんばんは、サンマ、何のこと？何のこと？いや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 。いや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 、ちょっと待ちないな。ちょっと待ち。買ったでしょう。私はツイッターをチェックしてますよ、さんまさん。さんまさんって呼んじゃった。全然違った。キツネさんだった。ひえごめん。もう、バグっとんよ、マジ、本当に。すいません。ダイヤモンドアートだ、ダイヤモンドアートで、よーん。7名様ありがとう。ね、ここにいるでしょう、何名かは。いたわけでしょう。ありがとうございます。まあ、キアラさんも、ね、こんな私のこんなライブでネタになった話のね、やつを本当に作品とか商品としか、として、取り扱っていただいて、さすがでございます。ありがとうございます。いや、そういうところ大好きです。サンマ見たかったですね。これから皆さんツイッターとかでね、上げてくれるんじゃないかと勝手に想像しておりますので、楽しみに。セリアで、ちょっと待ってよ。セリアでピンセット買ったら先が左右高さ違って外れきました。私もね、若干こうずれとるんよ、これ。やっぱね、100円なので、一個一個の精度としては、まあ、正直、まあ、ばらつきはあるので、それを見越して私3つぐらい買ったね。3つぐらい買って、なんか合うのを使ってる感じはありますね。あ、バラありがとう。セリアのピンセットあ、3つもありがとう。セリアのピンセット使ってない間にビヨーンって先がそのところに折れ曲がってる。犯人は分かってる。セリアだからごめん。犯人が分かっている？何したんや？誰なんや？何なんや？ちなみにこういうのをね、ガリガリやるとね、折れ曲がります。サンマ素敵、欲しかった。本当になんか結構みんな本当にサンマやりたいんだね。本当に、いや、なんかすごいよ、本当にすごい。うん、名前変えたら7日間は変えられないから、サンマで受ける。サンマのろうそくさん、ごめん間違えたんて。ちょっと待って、コメントが戻っちゃった。サンマ出てたの知らなかった。え、買い逃しちゃった。サンマ欲しかった。ちょっと待って。サンマ欲しがりさんがいっぱいいる。サンマちゃんと飾る当てもあるので、飾る当て。マジか。完成が楽しいです。当てがあるの？どういうとこ？なんか飲食店とかかな？普通か、それ。サンマ購入できなかったけど、キアラさんのとこでオーダーしたワンちゃんの作品をポチポチ作業してます。あ、そうなんだ。まあちょっとね、買えなかったのは残念ですが。まあちょっと今回、本当に、正直売れるかね、わかんない。キアラさんもちょっとした博打だったかもしれないですけど、サンマ欲しい人多い。そうだよね。あ、バラありがとう。結構みんなサンマ、何こうみんなさ、変な話だけど、こう綺麗な可愛らしい写真にそろそろ飽きた？綺麗だなとか可愛いなとか、こうキラキラね、わー可愛いみたいな、そういうのちょっと飽きてきたんじゃない？解明しようか、サンマに爆笑。サンマのろうそくになってもね、ごめんね、間違えたの。本当にごめんよ。あ、バラありがとう。サンマのろうそく。やばいね。で、それで戻るわけね。改名、名前変えたら7日変えられない。いや、それはちょっと申し訳なさすぎるからね。ごめんごめん、マジで。サンマの完成品みたいです。何人かね、サンマ、もちろん、購入いただいている方、もちろん今の感じだとサンマのろうそくさんとか、今のはわざとだからね、
キサさん、マルイプさんね、購入されてるんでね、またちょっとツイッターとかもし上げていただけれたら喜びます。ちょっと待ってよ、そろそろ解明感は受ける。初見です、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。いらっしゃいませ。カメラなどの撮影環境が見てみたい。もうよく聞かれるんだけどさ、見せるほどでもないのが本当に恥ずかしいんだよね。ダサくねこれ。もう、いや、こう、あの、100均のスタンドにちょっと高さ出しの使ってないビーズケース、ビーズトレイにポイってだけかけてピョイってするだけ。もうなんか本当にダサいから申し訳ない、恥ずかしいわ。ネタ枠ダイヤモンドアート、次から不定期に出せたらいいですね。次はおせちか。おせち。でもさ、おせちってさ、細かいからさ、ちょっと大きいサイズの方がいいんじゃない？黒豆光らせたいやん。なんかエビとかこう白と赤でいいやん。私結構ナマスとか好きなんやけど。あとなんだろう、あ、栗きんとんはやっぱ黄色やん。いや、何の話、普通やんか。私は今日18時にヤフーショッピングの前で正座して待ってたわよ。本気度が違う。本気度が違う。さすがっす。影の水これ。いやいやいや、まあでも、あの、ネタ枠だね、完全に。ライブでこんなのいいんじゃないみたいな、まあ、話でね、もしなんか盛り上がったりとか、まあ、どっかでなんか盛り上がったら、キアラさんが面白いなと思ったら、まあ、ここでみんな買うよっていう、あの、ある程度の現地を取った上で、再販希望。再販希望だって。ねえねえ、再販希望だって。ちょっと喋っとったら終わっちもたやんか。喋っとったら終わっちもたやんか。おせちも買う。おせちも買うはおもろすぎるね。乗りますね。ちょっと待ってよ。裏見ずこれ。いやー、もう本当に。裏キアラですよ。本当。あんだの色本当に綺麗そうでしょ。かわいいの。お花とか風景とかもいいんだけど、たまにはジョークシリーズもやりたいよね。わかる？なんか本当にさ、もうダイヤモンドアートずっとやってる人はさ、正直さ、どの絵柄がいいかなとか、もう正直ぶっちゃけ見飽きとるやんか。絶対見飽きとるやろ。わかってる。だからやっぱそういうね、ちょっとこうなんか面白いやつっていいよね。大好き、そういうの。ヤフーショッピングの前で正座。おもろい。サンマの出来上がりみたいな。ほんとね、気になる。もうぜひ、サンマ買った方、買えた方いらっしゃったら、もうなんかさ、あの、タグとか作ろうよ。作ってほしい、誰か。カウントダウンした。私も54分からヤフーショッピングの前にクロリパイセの気持ちわかる。みんな、サンマ買うので必死やん。黒豆オンリーでいい。いや、でも私は黒豆と、やっぱあの、なんていうの？栗きんと、トン？栗きんとき？トン？栗？はちょっと、あの、でもやっぱナマスとかは、あの、譲れない。数の子とかはもういいから。ほら、ゆいさんが話広がるから商品になるんやで。私のせい。黒豆オンリー。黒豆は光らせたいよね。なんか鉄釘とか入れてさ、ちょっとなんかすごく黒光りするようにこう、煮ましたみたいなさ。この話したら鉄の釘って何ですかって私誰かに言われたな。鉄釘を入れるっていうのはもう、あの、作り方あんま知らんけど、こう普通、今時はしないらしいね。タツクロンオンリー。タツクリ。310番地獄。嫌だな。サンマ再販希望。さすが。サンマ人気かもしれんね。はじめまして、こんばんは。ありがとうございます。31時の地獄、しんど。豚汁もいい。のいいね。ストックは、たくさんあるけど、サンマに対欲にはかないませんでした。ね、みんなサンマによじれとるよ。よじれる？ナスも外す、ナマスも外せない。イクラのプチプチ感もダイヤモンドアート向きじゃない。いいよな。食べたいよな。ナマスは母親が毎年手作りしてくれる。うちも母親いいよね。お母さんの手作りのやついいよね。私は母が煮しめを毎年大量に作るんですけど、めちゃくちゃ好きで。今からサンマ再入荷したら時期が終わるんよ。確かにね。今からやるのはやっぱ、
おせちか、たこ揚げか。たこ揚げ。さんま再販しないんですか。もう時期がさ、時期が終わるんや。確かにもう今さん、これからさんましたらさ、クリスマスやで。ねえ。クリスマスにさんまよ。みんなそんなこと言って私は七面鳥が食べたいんだからとか言うやんか。また来年やね。また、また来年もいいね。いいです。人参の赤さをあかわします。たこ揚げ。ごめんね、たこなんて揚げないよね。さあ、じゃあちょっと。今、オーロラビーズやってます。オーロラかわいい。クリスマスのダイヤモンドアートやりたくなる。わあ、やりたいよね。みんな来年に向けて必要だなとこ。受ける。日の出ですかね。人ね、綺麗だね。秋の味覚シリーズ、さつまいもお願いします。今から星座。みんなおもろすぎん？ちなみにさ、コスモスいい感じにできてるから、ちょっと見てみる？サンマもいいけど、コスモスとかどうかなって私思うんだけど。サンマも結構いいなと思うんだけど、ちょっとコスモスとかちょっと見てみようかな、みんな。いいですよね、じゃないんだよ。ちょっと。ね、ごめん、コスモスそっちの木やったら、せやろ。来年まで星座は足が痺れすぎて歩けなくなる。もう、フラフラになって、ささんまってなるんよね。ささささんまって。あれ、もう終わるじゃん。やっぱり、そうなんやって。やっぱりさんまかなで。おお、綺麗です。素敵。やっと一枠。ね、ちょっと、一応もう、みんな、今日コスモスだから。ほんまに。はい、こんな感じ。もうね、そうだった、コスモスでしたね。そうでしょ。あとは一枠、あと少しで完成。めっちゃ綺麗、ありがとう。コスモスほぼ完成ですね。そう、危ない危ない、本当にね。ひろみさんがね、教えてくださいました。私ここウィー、今からここやろう、ウィーってここ開けてさ、開けたんよ一回。で、ひろみさんが言ってくれたの、ピンクの部分ってそこだけじゃないですか、じゃないですか、完成ライブにピンクの部分残さないんですかって。本当だっつって閉じた。いや、いやな、私よりちゃんとしてくださって、私の動画のことを考えてくださってても本当感謝って感じです。恥ずかしいわ。いひゃひゃ、石落ちてた、お帰りなさい。左地獄ですね。そう、地獄ゾーンは地獄ゾーンですね。いや、でも可愛い、可愛いから。だしね、私みたいにね、一粒ずつ置かなけりゃそんなかかりません。キャワ、かわいいよね。ありがとう。本当に可愛くなりました、キアラさん。マジ、ほんま可愛い。もうね、本当に、この絵柄にするまでは、紆余曲折ありまして。ないけど。ないけど、紆余曲折はないんだけど、水野ゆいの優柔不断が発揮して、この作品になるっていうのに結構時間がかかったっていうか、でもなーみたいな。本当にキエラさんはその私のそういうなんかもじょもじょに付き合ってくれました。もじょもじょにね、ピーンみたいなね。やっぱサンマ話盛り上がるって。そうなんだよな。大きさは A4 ですか。 A3 ですね。もう少しです。その枠昨日やりかけた。そう、やりかけたんよ。は、頑張ってほしいです。ありがとうございます。ちょっと待ってよ。ゆいさんのピンセットって付属のやつですか？セリアの。これ。全然映らん。これね。はい。スクショタイム。これですね。証拠隠滅です。間違いない。このピンクの部分、最後がいいな。完成ライブはね、いつかな？土曜日か日曜日を目標にしてます。コスモスかわいい、ありがとう。ビーズそんなに綺麗に置けない。いやー、まあ、大丈夫。慣れたらできるなる。作ってる最中も紆余曲折ありまして、サンマ地獄。ほんまやで。でもコスモスに注目してくれないのよ。誰もコスモスに注目してくれないのよ。余計なこと言って申し訳なかったかと反省してました。いや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 、本当にね、本当に助かった。危ねえ危ねえ。
マジ本当ね、あの危うくね、マジで地獄ゾーンで終わるとこやった。もう本当にありがとうございました。さすがひろみさん、あのありがとうございます。ももじょもじょ、いやだいぶもじょもじょしてたよね。キアラさんはいいんじゃないかなとか、いろいろなんかポジティブにねお話しいただいたんだけど、私がいやでもなんかこっちの方がいいような気がする、いやでもなんかこれダイヤモンドとしては綺麗になるかな、もじょもじょしとった。サンマ回もありました。サンマ無事商品化、本当にキアラさん尊敬するよねこれでやろうって思えるのがすごいんだよな。さすがでございます。茶系のゾーン張りながら見てるので、チュルチュルの水に癒されます。じゃあちょっともう一回水色とかピンク見せとこう。かわいいピンク、いろんなピンク、ちょっとこの辺ちょっといろんなピンクあって、めちゃくちゃかわいくない？盛り上がってるけど、ゆいたんがさんまやらないよねって。やらんよだって私やったら年明けちゃうじゃん、絶対年明けちゃうじゃん。もうそんな目に見えとれ、もうなんかさ、嫌だよ、バレンタインの時期に3万焼いてんの私だけ嫌だからね、もうそんなもうそんな、もうみんながやってくれたらいいのよ、私遅いから人任せ、本当に可愛い、ありがとう。これ静電気起きないですか？静電気はあんまない、感じてないんだけど、やっぱこうこうやって置いていくと、こう粘着部分がね、やっぱちっちゃくつくのか、ここにピロピロ、ピロピロって、ピロピロって、ピロピロってついたりはする。そうなんよ。いやいや、そら、7分の1を私が取ったらさ、悪いやん。な、本当にやりたいって人に譲らなあかんの。そういう気持ちで私は、亡くなるのを見てた。リスネッツ笑っても読んでみてくれてありがとうございました。本当にありがとうございます。ミスコレ第4弾の話になった時はサンマの話になりまして、あれ神回、何の話だろうってね今思ってる方はね、私の YouTube のアーカイブ見てもらうと分かります。一応ね、あのサムネに七輪のやつに載ってるこうサンマの絵がイラストを置いときましたんで、それ見ていただければ、なんかこれが噂かどうか知らんけど、噂のサンマの回やと分かってもらいます。はい、コスモスはスクエアとラウンド、どっちがおすすめ？どっちも良さげですね。いやもう決めかねる、マジどっちも可愛いからな。あー可愛い、何気にひっそりいる黄色可愛い、そうこの辺は可愛いんだよね。ちょっとこの辺ももう一回みんなにいろいろ見てもらおう。めっちゃ可愛い、ありがとう。可愛い目の保養になります、ありがとうございます。めっちゃ可愛いよね、マジほんまにめちゃくちゃ可愛いんやから、もうわ可愛い。バレンタインにサンマ焼いてほしい、やだ、みんなが甘い、なんかこ甘い香りを漂わせとるとこ私香ばしいんやで、いややん、それもほんまに。いややで。自分で言うのはあれやけど、ビーズみちみちでよき。いや、もう言ってください、大きな声で。もうキアラのビーズみちみちでよき。かわいい。めっちゃ埃が、もう、でも、埃映ってないとこにしよう。しょうがない。生きてる人だから。人だからね。生活してるから、しょうがない。ゆいさん、来年の秋までゆっくり作ればいいのに。やだよ。やばいよ。粘着の掃除どうしてますか？粘着の掃除？粘着の掃除？どれのことだろう、ちょっとわかんないな。なんだろうな、粘着ってどん具体的にちょっともう一回教えてもらうと嬉しいな。ゆいさんの年越しライブはサンマーってなる未来が見えたんで、越せればいいよそれで。バレンタインまで持っていっちゃう気がするから、やべえ。ニコンさんこんばんは、ありがとうね、サンバ譲ってくれて。そうでしょ、本当にやりたい人がやった方が私はいいと思うから。めっちゃ可愛い、色とりどり綺麗、カラフルなチョコレートに見えてきた。あ、もうバレンタインにいいやなこれな。冬はブリやな大好きよブリ、大好き、ブリならやったかもしれん。みちみち可愛い、こんばんは、初見です、いらっしゃいます、ありがとうございます。ピンセットの粘着、もうねこれはね、あのこうやって服でこう見えないけど、こう服でちょいちょいってこうやって服でやっとる、服でこうやってこうやってこうやって、恥ずかしいな、あの粗雑な、ちょっと雑な、ガサツな人間。クラリちゃんの見たらラウンドかなって、あ、ちょっとそうだね、完成したらクラリちゃんとのちょっと完成の比較をしようね。クラリちゃんよろしくね。アルコールで拭く、あ、なるほど、そうか、服でちょ 見えてないけど、
見えてないけどさ、あのちょっとあれ画面が戻せない、見せないけどさ、こうやってこうやってちょっとわかる、こうやってで穴開くね、服にね、これね、私もピンセットアルコールで拭きます。マジ？ちょっと私もそうするようにします。あたいの画像を使っておくれ、ありがとう、本当に。ちょっとまた完成したらね投稿しますね。ちょっとね、あの私来週あのちょっとつぶやいツイートしたんだけど、来週16の週ね、ちょっとほとんど出張で私家におらんのよ。いる日もあるけどほぼいないんだわ。なのでちょっとね、なかなかこう手元にあるあるもので動画が撮ったりと編集ができないので、まあ、編集するための動画をどんだけ撮っていけるかってちょっと厳しい気がするので、まあ、ちょっとね改めてになると思います。なるほど、アルコールないから除光液でもいけちゃうかな、いけるんかな、どうだろうな。今勝手におせちの真ん中にサンマがドーンと乗ってる図が頭の中ちょっとしめちゃん、どうして、なんでおせちのねえ、おせちはタイなのよサンマじゃないんよ、タイでもないんかな、おせちの魚っつったらなんだろう、タイじゃないかな。アルコール度で結構ネチャネチャ取れる。ちょっと後でやる、絶対やる。ウェットティッシュでお掃除する。ちょっと待って、そしたらさ、もうみんなついでにそれやろう。ウェットティッシュ、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 ウェット。なんかさっきこの辺に転がってるの見たんだけどな、気のせいかな。気のせいのようだよみたい。あ、この辺じゃ、あったちょっとやだ。みんなにね、私の机の周りがぐしゃぐしゃだってことを見せた上でね、片付ける動画もいつか撮りたいから待っててね。マジ片付かないの。クラリさん、ちょっと待って、クラリさんとコラボライブやったら面白そう。あら、混ぜたらダメよそれは、あ、クラリちゃんちょっと話が違った、クラリ混ぜすぎ。ウェットティッシュも良さそう、はい、ティッシュ持ってきましたね。私こういうことですね、こういうことですね。私これ服でやってましたね、服で服でやってましたね。こういうことですかね、ネチョネチョ取れる。これ私服でやってました、本当にごめんなさいガサツな人間。タイじゃなくてサンマね、本当だよ。え、タイ、次タイなの、タイじゃないよ。私もやる、便乗信用します、肩塗ろう。おせちの魚タツクリ、あ、タツクリだ、ちっちゃくなっちゃった。ウェットティッシュのアルコール度数の高いものだとさらに綺麗に簡単に切れます。これ 80%、 あ、30って書いてあった。え、どっち、数字30だって。混ぜるな、危険。そう、あの水野ゆいとクラリちゃんのライブはやばいよ、ダメだと思うだいぶやばいと思う、服は穴が開きます。はい、次は七輪で焼くお餅でもいいね。七輪シリーズいっちゃう。なんかでも綺麗になった気がする。年越しそばでもええんやで、スパンが短いんよ一シーズン一個みたいな。でも春はやっぱり、春はやっぱりみんな何だと思う。私も花火三色団子しか思い浮かばんかったけど、みたらしも食べたいな、食べたいな。七輪シリーズ第1弾さんま。え、じゃあ第2弾はじゃあ七輪でみたらし焼こう。ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートとコスモスポチってきました。ありがとうございます。ご購入いただきましてありがとうございます。めっちゃ拭いてる私。いやー、ありがとうございます。どちらも購入いただけるなんて嬉しい。可愛いからね、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。届くまで2週間から4週間ちょっとお時間いただいているところではありますけども、待ってる間にワクワクを貯めといてください。掃除始まった。桜餅、
春は桜で、桜はもうみんな見飽きてる。桜の多分デザインなんかよく見る。なんかちょっとなんかついてない。私もウェットティッシュやったら綺麗になりました。やっぱみんなそうだね。なんかウェットティッシュ除菌大事やったな。七輪シリーズ第2弾はタイ。タイ。今月一人七輪のお店で飲み会なんだ。写真撮ってくるね。それガチめにオーダーしてよ。みんな七輪好きかなと。みんな七輪好きだよね。あ、そう、餅ね。餅がいいよね。びっちょびちょになっちゃった。びっちょびちょびちょって乾くこれ。乾くんかな。待ってます七輪。楽しみ。おもろいね。なんかこう七輪で焼く肉も焼き。なんかさ、ほうわ味噌のさ、やっぱちょっとお腹すいてきた。腹が減るやんか。ちょっとちょっと。お腹すいてきちゃったじゃない、私。焼き鳥もいいんですよ。まあ、いいじゃない。こう、みんなでワイワイキャーキャー言いながら、なんか新しいものができていくっていうのは楽しいですよね。綺麗になってやりやすくなりました。さすが、ひろみさんだったかな。ありがとうございます。いいな、キノコ。ちょっとお腹空いたから寝よっか。12時だし。いつかダイヤモンドアートのダイヤモンドアートを購入しようと思います。キアラさん、私の住所見たら多分びっくりされると思います。何？わ、ごめんね。キリさん、ハートミーありがとう。いやー、何だね。あ、バラありがとうございます。いや、今日もみんなで、みんなとワイワイお話しして、すごく楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました。ちょっともう最後、もう一回ね、もう一回ちょっと全体見せておくわ。もういいか？もういいか？まあ、いいか。はい。もういいかっつって。ああ、バラありがとう。隣の家かもしれない。そうだよね、そうなるよね。ここ、こんだけ、あとこんだけ。ど、あ、いやいや、見たい。あ、見る？あ、じゃあちょっと横にするね。完成ライブ多分行けないからゴージャスなバラ投げといて、ありがとう。ありがとう。マジ？わらわらで。ありえるよね。裏で教えたらいいんですが。DM 待ってますよな。裏で、ね、はい、さあさあ綺麗になったピンセットで、え、なんかさ、なんかピンセットすっきりした、ね、やっぱりちょっとピンセットすっきりした、え、ひろみさんありがとう、ピンセットすっきりした、なんかすっきりした、ひろみさんに教えてもらって、なんかネチネチしない。わあ、ありがとう。綺麗、本当に綺麗、ありがとう。トネさんだったらびっくりよ。間違いない。輪郭がしっかりしてるのが救えですね。そうだね。ちょっとまた完成をねして、あ、やばいやばい、取れちゃう。完成したらクラリちゃんのラウンドと詳しくやりますんで。あとはね、一応オーロラも、フルオーロラもございますので。ちょっと今ないですけど、だいぶ変わりますね。全然違う、マジで。ガチで送ってもいいですか？いいんじゃね？ゼロが1個多いわら。ゼロが1個多いのこれ。ちょっと嘘。ゼロが1個多いわら。あ、そうなんだこれ。ありがとう。そんなになのね。Oh, good, yes. ありがとう。フルオーロラ。誰か作ってないのかな。フルオーロラ絶賛制作中、マミさん作ってくださったらありがとうございます。フルオーロラやるか真剣に悩んでる。悩むよね。まあそんで私が一番やらないっていうね。ちょっとなんかやらない。ローズは10だぜ。そうなの。ありがとうございます。もうなんかあんま知らずに普通に受け取ってた私。なんか本当にありがたみがわからない本当にバカな女でした。ありがとうございます。ゆうしさん、いつも綺麗にやってらっしゃってすごいなって思ってました。ありがとうございます。なんかピンセットだけは上手に受けるの。ちなみにペンとか連針はくっそ下手だから。
まあ本当にでもね、あの練習だと思う。うん、大丈夫です。みんなできるようになります。え、バラ味噌こねた、本当だよね。はい。初見です。始めました。ありがとうございます。というか、でもそろそろ終わろうと思います。どこから購入できましたすか？これね、今このダイヤモンドだと CHIARA、キアラさん。ここのね、この方のところで購入することができますので、キアラさんのアカウントに飛んでいただいて、まあ、ぜひフォローもしていただいて、ヤフーショッピングのページがありますので、そこから、この水これ購入できます。まあ、ちょっとね、取り寄せ商品なので、2週間から4週間、ちょっとお時間いただいてるんですけども、まあ、それまでね、今ある在庫を、制作しつつ、待っていただければと思います。コスモスのオーロラは、キアラ母がやっており、完成しております。後日完成を載せますね。キアラ母あ、クライちゃん、完成楽しみにしてるね。あ、こんばんは、ココアさん。ありがとうございます。ちょっと頑張って次の土曜日かな、土曜日目標にするわ、土曜日にしよう。キアラ母さすがです、ちょっと楽しみにしてる私も。いやー、オーロラありがとうございます。お疲れ様でした。完成ライブ楽しみにしてます。いやほんとね、ひろみさん、マジネチネチが、ピンセットのネチネチが取れてすごい嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今日も皆さん本当にありがとうございました。12時になっちもた。もう超楽しかった。どうしよう、寝れるかな。ということで今日もライブ終わり、本当にありがとうございました。ワイワイ楽しく、めっちゃ楽しかった。どうしよう、めっちゃ楽しかった。みんなのさんま楽しみにしてるということでまた遊びに来てください。明日からお仕事始まると思うけど、方もいらっしゃると思うけど、ぼちぼちと行きましょう。寒暖差には気をつけて、体調には気をつけて。ほいじゃあね、おやすみなさい。ぐんない、ぐんない、バイバイ。今週も頑張ろうね、バイバイ、ぐんない。ちょ、さんま待っとけ、待っとく。じゃあね、バイバイ。